ドコモの携帯電話料金、これ2024年2月の26日の引き落としなんですけども、まあこれぐらいの金額であると。まあここにWi-Fi の、使用料とか、そういったものも入ってると思います。で、まあ電気代が、まあ補助金がつかなくなって、まあ上がったということで、まあこれぐらいになって、で、その後ですね、まあこれぐらい引き落としされてますと。でこれ4月30日なんですよね。でこれ自民党の人たちに対して、まあ立憲民主党の人たちもそうなんですけども、エネルギーの残存量問題ですから、なぜガソリンスタンドの価格はまだ変わってないんです。これレギュラーが200円以上にならなきゃおかしいですよ。早くみんなに車手放してもらわなきゃならないんですから。電車ガラガラだって言ってんのに。誰なんですこんな無茶苦茶な政治の仕方してる人。逆でしょ。先にガソリンスタンドの価格を上げないと。これある意味ね、その生活保護のその費用、まあ先ほどちょっと欄出てきましたけども、費用というかその振り込まれるお金ね、まあこの辺のところは以前働きに行った部分でね、まあ差し引きしてる部分があって、まあ振り込まれる料金が、こういうふうな形になってるんです。元々はまあ生活保護のその支給される金額でまあ大体これぐらいなんですけども、大体です。その時の状況によってこの辺金額変わったりしますんで、これね、電気代がここまで上がってくると、これだいぶ僕節約してる方ですよ。だからこれちょっとね、4月、2月の29日。だからまあこの辺はまあ暖房を使ってる。2月の29日だから、この辺りで、まあ、かけ放題プランですから、4月の1日のところで考えると、まあ Wi-Fi の方は、まあ5000円ぐらいだったと思いますので、まあ電気代が、1万5000ぐらいかかってると、まあ、そういうことになりますね。まあ、ある意味これ裁判しにくくしようとしてる、まあ、これね、いろいろ本当お金かかるんですよ。残高って書いてますけど、これこの月も引き落としとかがあって、訴訟とかしてその費用がかなりかさんだりとか、ちょっとこう靴買ったりだとか、ズボン買ったりだとか、まあなかなかズボンがなくなることはないんですけども、破れたりすることは、まあそれでもまあ僕は結構歩きますからね。河川の撮影行ったりとか、その交通費とかがいるから、これね、ちょっとね、本当にしてることむちゃくちゃですね。自民党の皆さん、何か僕に対して恨みあります？石油価格、原油価格を上げなきゃならないって言ってるわけじゃないですか。その店頭の販売小売価格ですよ。だからレギュラーで200円超えなきゃならない。廃屋で、まあ、200何十円にならなきゃならない。そういう時代も昔あったんですよ。なぜそういうふうな価格転換しないんです。でスーパーマーケットでなぜか食料品の値段がそれだけ上がってるんですよ。いろいろ食料品の値段が、この近所で言うとお弁当屋さんでほっかほっか亭っていうところが、まあ昔ながらのお店があって、でまあ良心的な価格だったんですけども、
まあもう一つの、弁当屋さんの方に関してはもう値段だいぶ上がってますね。600何十円とかしますね、普通にお弁当が。ちょっとね、こういうことを考えると、自民党の皆さん、政治の仕方大変おかしいですね。あと立憲民主党の人たちとか維新とか、まあ、令和維新もそうですけども、その辺のところをだいぶこう言ってくれてます。だからこういうふうにガソリンの消費走り回る連中がいて、さっきもね、プロ野球の速報を見たときに、こういうふうにね、春山整骨院に車で集まってくる連中、エネルギーの完全の問題を無視して、さっきまで車止まってなかったんですよ。これでも1、2、3、4台集まってる。ピントしっかり合わせてもらわないと。証拠だからしっかりと裁判のこと考えて、相手しっかり映さなあかん。iPad に変な機能つけたらあかんよ。世界のルールは法律や。証拠、何でも証拠。撮影したらあかんって言った警察官、絶対何か悪さしと。自分たちが撮影されたら困るから。君が入院っていう久人様の声使っていきよ、コンピューターが。まあ、会ったことのある人間の声を使用してるらしいんだけども、僕の場合は、どこからどこまで会ったっていう線引きにしてるのか、まあ、もちろん久人様は僕の自宅に訪ねてきて、話したりとか、他の皇族の方たちも、僕と結構いろいろ、いろんなことを実際会って話したりとかしてます。で、淡井圭介と会ってから、大臣や総理になられてる方、50人以上いらっしゃいます。あとは、まあ、兵庫県知事の井戸さんとかもそうですし、ちょっとね、エネルギーの残存問題、車が売れない社会にしなきゃならないんだから、原油価格、だからレギュラー200円以上って僕何回も言ってるのになぜそうしないんです。で、巨額の利益が出てくるんでしょ。ガスと電気のセットのプラン作ったじゃないですか。だから電気代がここまで上がってしまうと、生活がちょっとね、ガソリンの方の値段を上げて、電気代っていうのを、ちょっと抑え込むと、まあ、そういうふうな形にしなきゃならないんですよ。まあ、原発運動はあるにしよう、今は自然再生可能エネルギーもあるし、その自動車産業のね、生産止めてくれたら、であとは、電気自動車補助金なしにしてくれたら、それだけで使用される電力、かなり少なくなるんですよ。だから原発とか自然再生可能エネルギーで電力、もうこの時期はもう大体賄えるはずですよ。もう今5月ですから、さすがに北海道もストーブつけてる人なんかいないでしょ。5月上旬。ちょっとこれ本当どうなってるんです、自民党の皆さん。僕の裁判が進んでいったときにとんでもないことになるから。以前も安倍政権のときに僕同じこと言ってますよ。車の足元に引いてるマットとかを、叩きつけてるのか何なのか。あの男性、肌が焼けてる男性ですね。この間撮影していたマスクをつけていた外国人っぽい人、自分の僕に日本人じゃないんだったら帰ってもらわないと。お互い自分の国の人口をめちゃくちゃにしておいて、地方交付税法で政府は大金稼げる、何を癒着しとんの。どこの国や。国連に言うとくわ。淡井圭介本人が言ってる。
まあ少しと人間もみんな使わなあかん人間、昔からそれ相場決まっと。そんな人間は公務員として契約書とかで働いていたりもする。ああ、これがね、あのテレビ局とかが散々、外国人の留学生云々とかの話をしていた、これが実態。人口操作、その国の国籍とか取得させて二重国籍にさせて両方の政府で儲けようっていう作戦。見た。この間中貨物さんで働いている人に、まあ自分で、まあミャンマー出身って言ってましたけども、まあ他の2名の人たちも外国人の労働者の人、日本語はたたたしいのからもすぐに分かります。まあいずれ母国に帰るということを言ってたんですけども。これがね、行政の実態ですよ、本当に。